1週間で完全理解トライピ初心者ガイド第5回トライピをやめる出勤方法編ということで、今回が最終回になります。これまで第1回から第5回やりましたけれども、この5回で、初心者の方がトライピをまあほぼほぼ理解できると思います。では早速最後の出勤方法とトライピのやめ方紹介します。まず出勤方法なんですけれども、トップ画面からですね、メニューですね、そこに出勤があります。で、出勤額入力があります。ここに出勤額を入力していただいて、終了という、まあこれはもう間違うことはほぼないと思います。しかしちょっと気をつけなきゃいけない点がありまして、出勤可能額503,096円で書いてありますが、その出勤可能額の範囲でしか出勤することができません。で、この出勤可能額って意外と少ないんですよ。例えば200万円運用してても出勤可能額が30万円だったりするわけですね。あれ?と思うかもしれないんですけど、それなぜかというと、すでに注文してしまってるからなんですね。注文してしまってると出勤可能額これが減ってしまいます。じゃあどうしたら出勤額を増やせるのか、これはトラリピの注文を取り消さないといけないですね。じゃあその取り消し方どうすればいいのか、トラリピのやめ方ですね。で、これもトップからメニュー行きまして、トラリピ管理表をクリックします。そこからの取り消し方法をちょっと動画にしました。トラリピ管理表をまずはこれ選びますね。そして、そうするといろんな注文見れるんで、ここのクリック今変えます。こんな感じですね。まあ、僕の場合、まあまあいっぱい注文してるんですけれども、今回カナダドル円で解説しましたんで、僕が運用しているカナダドル円ちょっと見ていきたいと思います。で、変更設定から変更取り消しから変える方法と、あとポジションをクリックするとこうやって詳細が見れます。で、今の注文ですね、見れて取り消しを押すとこうやって、終わらすことができます。そして2つの選択肢があります。ポジションを残すとポジションを決済するっていう2つの選択肢があって、これがものすごく重要です。どっちか選ばなきゃいけないんですけど、まあ選べばね、取り消しできるんですけれども、すごく重要になってきます。ポジションをまず残す方ですね。で、これはすでに発注しているポジションはそのままということです。で、まあ、トラリピーガーッとね、注文を入れるんですけれども、すでに刺さってしまっている注文と、まだ刺さってない注文があるんですね。で、この画像を見ていただきたいんですけれども、3番ですね。本数の3のところ、88.400、89.100 の注文が今刺さってるんですね。色がちょっと変わってるんですけれども、その注文だけ刺さってるんです。で、評価損益を見ると、520円プラスになってますが、ポジションを残すということは、この1個のポジションだけ残ります。はい。なので、注文取り消してもこの1個の注文は残るんで、これがまあ含み損を抱えたり、あるいは 89.1 までいって決済されるか、どっちかなんですけれども、まあ、あのポジションを、まあ、決済されるまでずっと残し続けるっていうのが、このポジションを残すというやり方です。で、次がポジションを決済するなんですけれども、さっきのカナダドル円とちょっと違う例を見ていきたいと思います。これなぜかというと、マイナスがめっちゃあるからですね。はい、すごいマイナスがあるわけですけれども、ポジションを即決済すると、この評価損益の分が即決済されるんで、今この瞬間にポジションを決済するとマイナス 41,291円前後ですね。為替は常に動いているので、まあ、この金額通りに決済されるわけじゃないんですけれども、だいたい 41,000円前後ぐらいのマイナスになってしまいます。はい。で、まあ、投資ではマイナスを避けられないんですけれども、こういうマイナスが大きい時にポジション決済してしまうと、思わぬ損をしてしまったりとか、思わぬというかね、まあ、これで OK っていう方はいいんですけれども、これ知らずにやっちゃうと、びっくりするようなマイナスになってしまうんで、気をつけなきゃいけないですね。で、ポジションを決済するときは、この評価損益、先ほどのカナダドル円ですけれども、プラス520円なんですね。こういう時に決済するのが理想ですね。この時に決済すればプラス520円で済むんで、まあ、マイナスは食らわずに済むということになります。で、ポジションを残す時のメリットデメリットですね。評価損が多くても即決済されないっていうんで、先ほどちょっとマイナスが多い例を出しましたけれども、ポジションを残すので、あの金額はすぐに決済されるわけじゃないんですね。なので今後プラスになって
プラスで決済されれば OK なわけです。で、デメリットはこれからさらに評価損が大きくなる可能性もあるわけですね。当然プラスになって決済されればいいんですけれども、マイナスが膨らんでいってどん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 含み損が大きくなるっていうケースもあります。で、そうするとトラリピの口座内にお金をある程度残さないとロスカットされちゃいますよね。なので、含み損が大きくなっちゃう場合はデメリットになります。で、ポジションを決済する場合のメリット、デメリットなんですけれども、即トラリピを完全終了できますね。ポジション残さないので、全部もう取り消しっていうことになるんで、出金もできますし、トラリピ自体を運用終了することもできるということです。一方、デメリットは評価損が大きい場合ですね。評価損が先ほどね、大きい場合、決済したらね、マイナスになっちゃいますね。で、そっからね、為替が急回復して、いやもうちょっと我慢しとけばよかったみたいなことになりかねません。そういうこともありますよね。なので、評価損が大きい場合は放置した方がいいケースもあります。とにかくですね、やめるとき、トラリピをやめるときは、まず取り消してください。まず取り消してから出金です。いきなり出金すると、ロスカットレート変わっちゃいます。はい、前回、前々回かな、動画で確認しましたけど、入金額によってロスカットレート変わりますんで、いきなり出金してしまうと、ロスカットレートが変わって、ドカーンとやられちゃう可能性があるんで、まず取り消しからです。それを忘れないようにしてください。まとめです。トラリピ終了時は注文取り消しからですね。評価損が多い時もあります。なので、やめるタイミングが為替次第な面もあるんですよ。為替がね、すごい変動しててマイナスがやったら多い時にね、トラリピ終了って結構難しいんですね。なので、自分の好きなタイミングでトラリピを完全終了するっていうのは案外できないことだと思ってください。はい、全ては為替次第で、この動画の例で出したカナダドル円プラス500円ぐらいの例、ああいう時だったらやめれます、簡単に。ですけど、ニュージーランドドル円で出したようにマイナス4万円とか、マイナス4万ぐらいだったらいいかもしれないですけど、あれはマイナス50万とかね、マイナス100万になるケースだって、あるわけですから、そういう時にやめるのは結構しんどいということですね。で、先に出金してしまうとリスクが高まるんでね、先ほど言いましたロスカットレート変わっちゃいます。取り消してから出金してください。出金してからすぐ取り消せばいいんですけど、出金したまま忘れちゃったとか、そうなるとロスカットレート変わってますんで、気をつけなきゃいけないんですね。で、ポジションを残す、そして決済する、使い分けるようにしましょうということで、長期運用される方はですね、ポジションを残すか決済するとかね、そんなのやらずにずっと放置で運用するんで、僕もそうで、長期運用の場合はあんま関係ないんですけども、ポジションを残す場合は即決済されないという点は十分注意してください。終わったと思わないでくださいね。ポジション残ってますんで、そのポジションがですね、含み損を大きくしてしまったりしてしまってる可能性があります。ロスカットになるかもしれないですね。なので、気をつけてくださいということですね。で、ポジションを決済する場合は今すぐトラリピやめられます。もう全部なくなっちゃうんで。ただ評価損が気になるケースもあるんで、どっちも一長一短あるんですよね。なので、僕がやめるとしたらカナダドル円のような評価損が、あんまないようなものから順番に一個ずつ取り消して、評価損が大きいものはまだ放置しておくかなと思います。なので、トラリピをもうやめたいと思って一気にやめることはできないと思ってください。はい、その点は注意していただきたいなというふうに思います。チャンネル登録して人生大逆転しようということで、月収10万円フリーターだった僕がですね、人生逆転するためにやったことをこのチャンネルでは紹介しておりますので、ぜひ登録お願いします。今回動画は以上です。ありがとうございました。